プレゼンツラジオ。そうですね、まあそこからまた東京に出て、うん、エルドラド、エルドラドの練習生をして、まあなかなかデビューに至らず、うん、でメキシコに行って、メキシコ行ってデビューして、メキシコでデビュー、はい、初戦はメキシコだったんですか。初戦メキシコでしたね。なんか、はい、なんか誰かを頼っていかないとなんかあれじゃないですか、はい、当時ですね、うんうんうん、全日本に所属してた海渡大和宏選手が1ヶ月ぐらい先にメキシコに行ってて、うん、はいはい、でメキシコ行ったら合流したらいいよっていうのを、うん、エルドラドの先輩だった近藤修司さんのアドバイスをもらって、あっち行ってから一緒に日本人宿で生活して、はいはいはい、一緒に練習通ってみたいな感じ で、うん、はい、でちょうど同じぐらいの時期に佐々木大輔さんとか、はいはいはい、あとは山田太郎さん、ああ山田さん、さん、はい、さん、ちょうど、はい、いいんですかちょうど数日前までメキシコ行ってたみたいな、ね、あ、そうですそうです、山田太郎さんね、メキシコ行ってましたね、はい、とかがいましたね。じゃあ、はい、でデビューはあれですか、はい、あのメキシコのリングで、はい、相手はもうそれが、うん、全然わかんなくて分かんなくて4対4かなんかだったんですけど、遊園地に組んだリングで、で結構こっちはデビューなんでドキドキするじゃないですか、で相手と組んでヘッドロック取られて、うんうん、ロープに振った瞬間リングが壊れて、うん、もうそのまま何のいいとこもなくあっちで大体3本勝負なんですけど、もうそのまま2本ストレートで取られちゃって、え、はい、ご本人が取られちゃったの、日本僕じゃないです、似た人が、あ、似た人がね、あ、似た人が、でもそれすら覚えてないですね、動揺して、え、リング壊れたまま試合続けたんだ、はい、あ、メキシコですね、はい、さすがメキシコ、うん、やっぱりあっちってマスクマンが多いじゃないですか、うん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 、で控え室で素顔で挨拶してもリング上になると誰が誰か全く分からなくて敵か味方かも分からない。今日このチームだよって話してもリングで上がったらもう全然みんな違うから、さっきの彼は誰だったんだもう大混乱ですね。大混乱だから、でその中に佐々木大輔さんが相手にいたのかな、味方だったかな、うん、佐々木大輔さんもマスクかぶってた、え、素顔で、もう佐々木さんだけが頼り頼りというか、まあ確か敵だったと思うんですよね。スペイン語その時は、いやもう全然ですね、もうウノをドストレスクワトぐらいまでしか十分十分で、あとだいたいこっちから行く人が日本人が持ってくのが指差し会話帳っていうのがあって、なんかこう日本語とスペイン語で書いてて、これが欲しいとかこう指差すとこう伝わるようになってて、結構各国のがあるんですけど、それが先輩に勧められて買って持ってて、すごい便利でしたね。ちなみにそれでやれるんだ。タコスとかいっぱい食べた。いや食べましたね。やっぱり、いやでも当時本当にもっといろんなメキシコ料理を食べておけばよかったなと思いましたね。でもだってやっぱり当時はまだ若いですし、でお金もたくさん持ってないでいきますでしょ、やっぱりね、修行の身ですからね。だから、まあ、これからゆっくりじゃないですか危ない目には遭いましたか。いや、大丈夫ですか。なかったですね。あ、いいですね。あ、よかったですね、それは。もうでも多分当時本当にお金がなかったんで、うん、現地の人よりも薄汚い格好してたんで狙われなかったのかなとは思いました、ね、なんかあえて汚い格好して歩いた方がいいとかね、あ、ありますよね。そうそうそう、よく言われるのはメキシコでいい時計してると地下鉄で腕ごと切って持って帰るとか、ね、聞いたことある。あ、うん、怖い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 。と僕当時総合格闘家の方が、うん、ルッチャとボクシングの修行に数週間いらしてて、うん、で日本人宿が一緒だったんで、うん、結構一緒に練習通ったりしたんですけど、うん、その方も僕より二回りぐらいごっつくって、うん、もう腕を出した格好してたのに、
まあ、やっぱり結構綺麗な格好をされてて、もう中学生ぐらいのメキシコ人に地下鉄の中で囲まれて、うわで財布取られちゃったりとかありましたね。もう恐ろしいですね。恐ろしいですね。運ですね。あで結構日本人宿なんで普通の旅人の方とかもいるんですけど、うん、女の子が血だらけで帰ってきたりとか、うわポケットがついてるパーカーなんか腕突っ込まれて物取られてとか、そういうのがありましたね。僕35年前に2回ほどメキシコ行きましたけど、はい、やっぱりちょっと怖くて、はい、あんまりホテルの外に大概どこ行っても、はい、動きもあるんですけど、はい、ちょっとメキシコはね、はい、いろんな話聞きすぎちゃって、ちょっとあんまり出られなかった思いがありますね、はい、特にメキシコの怖い話ってこうプロレス界隈だとよく聞きます、ね、情報が入ってくるから余計怖く、ね、やっぱ会場もさ、も当時はもう良くなってました、はい、なんか僕が行った頃はすごかったですよ、やっぱりちょっと怖かった、そのお客さんが、お客さんの熱狂度もすごいし、はいはいはい、あとなんかこう控室もさ、なんかこう、はい、ちゃんとした部屋じゃなくて、あコンクリのこう、そうですね、あれが境があるだけみたいな。当時もまだやっぱり汚いところは汚かったですね。あとトイレがなかったりとか。どうするんですか、ね、みんななんかバケツみたいなのにしてたりとか。お客さんも、いや、選手は。選手のトイレがない。でも、女子でもそういうところがあるって聞いたことありますね。あとそのメキシコでよくあるのは便座がないんですよ。あ、大概ないよね、はい、持ってかれちゃうらしいんですよね。あ、だから最初からもうつけないんだよね、はい、便座ないから、じゃあ、中腰で、はい、あ、うわ、トレーニングですね。そうですね、空気椅子が、空気椅子、はい、あとトイレットペーパー流せないとか、ああ、そういう、そう、日本は気圧の関係でとかって言いますけどね、日本が素晴らしいんだよね、はい、本当にそう思いましたね。もうでも、私、無理だな、そういうの無理だな、もう。あとはやっぱりこう、控室でも、財布取られたとか携帯なくなったとか定期的に聞きましたね。それはそうですか。そうそう、油断できないっていうのはね、 ありますね。ちなみに何試合ぐらいメキシコでやったんですか。僕は、50試合ぐらいですかね。そんなに。どれぐらいの期間に。1年、1年で、まあ、1週間に1回とか。あ、まあ、だから本当にもうお金を稼ぐっていうよりは修行のためっていう。でかいとこは前に出られなかったの、エルトレオとか。当時はコリセオ、はいはいはい、アレナコリセオ、はいはい、ぐらいでしたね、一番。で、まあ、全日本のなってからドラゴンマニアで、はいはいはい、アレナメヒコで、はいはいはい、僕じゃない似た人が、秋山さんとシングルやらせてもらったりとか。聞いたことあるな、聞いたことあるぞ、秋山さん。なんか当時、はい、その似た人が、はい、相当秋山さんに言われたような気を、はい、怖いながら元気出せみたいな、そんなことも前世の記憶なのか、なんかちょっと残ってますか、わかんないですね。でも今度はリミットブレイクで、はあ、僕は久しぶりに秋山さんと。そうだよね、はい、うん、あ、戦うんですか。はい、そうなんですよ。蘇るね。いやー、そうですね、似た人がね、似た人が場外ボディスラムもされてましたね。あ、それは僕です。はい、はい、ちなみにあの似た人はどういう思いだったんですかね、当時は。いやー、まあ、でも本当に、うん、厳しいながらも勉強にはなった期間だったと思いますね。場外マットもないじゃん。はい。コンクリそのままだったりしますよね。はい。すごいハードでしたよ。毎回会場入りするたびに床の硬さを確かめてましたね。ああ、床の硬さを。はい。で、リングもそれこそ壊れちゃうぐらいでね、いろんなリングがあって。はい、そうですね。まあまあね、メキシコはいろいろ話を聞きますが。メキシコで面白かったのは、坂道にリングを作ってて。おう、わざと？リングじゃない？立てる場所がそこしかなかったので。で、ロープワークするじゃないですか。はいはい、行きと帰りがスピードが違う。で、なんか坂道の方に飛ぶと、はい、飛びすぎちゃったりしますよね。そうですね。ねえ、なんか。あとは3本勝負で、うん、インターバルで野良犬が上がってきちゃったりとか。野良犬が上がってきた。野良犬もリスでもね、プロレスやんないといけないですね。はい、そうですね。なるほどね。あともう一個面白かったのが、日本人の知り合いが、うん、プロレスのルチャの試合を見に来てくれるってことで、うん、でも場所が分かんないって、じゃあちょっとその辺のメキシコ人のルチャドールに道聞こうって言って、うん、ちょっと電話代わってもらって、たらあんまよく分かんないって言って、いや使えねえなみたいなことをちょっと冗談っぽく言ってたら、
あのだんだんその人コスチューム着替えてって、はあ、見たことある色合いになって、はあ、結果ドスカラスさんで、ドスカラスさんすっごい2枚目じゃん、はい、ハンサム、はい、うん、はい、いやだからもうその辺の田舎の場所なんて分かんないですよね。大変失礼しました。ドスカラスすごいよ、見たことのあるようなコスプレになっていた、ね、色合いが赤と緑とかで、ちょっとビビりますね。はい、うわ、いい男ですよね。ドスカラスはすごくなんかもう道聞いても分かんない道聞いてんのにすごい丁寧に接してくれて感じよかったですね。やっぱ日本に多分いい感じを持ってらっしゃる。その人使えねえなと思ったから。ドスカラスさんって分かるまでは。分かるまでは、ね、はい、日本語分かってたかもしれない。そうそうそう。まあということで、はい、先に話を進めて、すみません、盛り上がっちゃいましたね。盛り上がっちゃった。まあ、メキシコの話はね、なかなかこれレアなので、はい、ね、なかなか聞けない話なんでね、面白いですね。で、まあ、プロレス入門して、はい、他の、 あの似たような人の話でも結構話ですが、はいはい、あのお世話になった先輩とか、練習つけてくれた先輩って、はい、どの先輩だったんですかね。はい、そうですね、うん、一番最初、その登竜門の時は、うん、スペルシーサーさんがコーチで。スペルシーサーさん、で日替わりというかその時ポイントポイントで斎藤亮さんとか、うんうん、はい、あと近藤修司さんとか、はい、クネスさんとかが、はい、まあその巡業中に変わる変わるとかっていうのもありましたね。なんか厳しかった練習とかってありました？そうですね、うん、本当に当時の登竜門って人数が多かったので同期が多分35人ぐらいいたんですよね。で神戸で面接した組が先にちょっと入って、うん、その後ディファでも面接があったんですけど、ディファ有明で面接した組が2週間遅れて入るっていう、うん、で神戸で最初入門した人が多分10か15人ぐらいいたらしいんですけど、うん、その僕らが入るまでにはもう4人とか、ね、厳しいんだね。相当厳しいんだな。15人が4人。そうですね。で結果的に半年残ったのは僕も含めて10人ぐらいなんですよね。はい、やっぱりみんなどこも同じなんですね。そうですね。まああとはやっぱりその登竜門って当時すごく学校っていうのを打ち出してたんですよね。もう何の準備もせずにゼロから教えてもらえるっていう人が感じの人もいたので、もう中学出て130キロぐらいある、170センチ130キロぐらいあるただのぽっちゃりじゃないですね。ただ太っただけの男の子が入ったりとか、もうその子は練習どころかスーパーがちょっと坂の上にあったんですけど、そこ行くだけでもう息上がっちゃってで結果的にストレッチだけでギブアップしてもう帰っちゃいましたね。なんか何とも言えないですよくでもよく来ようと思いましたね。そうなんですね。ただもうちょっといろいろ準備してたら違ったと思うんですけど、その人のその後のなんか人生を、はい、ね、はい、今どうしてるのか、どうしてるんでしょうね。サブミッション。